どうもー、打ち合わせ店です。あ、間違えた？やってる、ごめん。俺がちょっと止めたらよかったな。途中で発注。じゃあ。どうもー、八王子店です。八王子店です。はい、ひいくにです。キラン寺坂です。キラン。はい、感じで始まりました。はい、今回の YouTube は、はい、私、女の子っていうことで。女の子やもんね。そうなんですよ。まあ、いろんなね、男の人にどういう髪型をしてほしいとか、いろいろあるわけなんですけども、その中でも私が好きなセンターパート、女子受けを狙えるセンターパートのセットを今回、動画内でお伝えしていこうかなと思います。レディー、ゴー！ゴー！ピアノ。寺坂さんは、あの、パーマが当たってる状態です、ええ、特にスタイリングしたらめちゃめちゃ大人っぽくなりますし、雰囲気だいぶ変わるようなセンターパートになります。やっぱパーマ当てると雰囲気変わるんで、やっぱりパーマもいいですよね、いいっすね。やっぱりパーマ当てるとね、余裕が出ますからね。ちょっとね、そうなんですよ。毛先に余裕が生まれると心にも余裕が生まれてね、見た目も余裕が生まれますからね。本当に、ええ、まあ、ちょっと大体ざっくりちょっと真ん中で軽く上げておいてもらって、まあ大体全体的にもう完璧に乾かすぐらいで、前のあたりはまあちょっと8分目ぐらいまで、まあほぼ乾ききってる状態ぐらいまで乾かしてあげます。完全には乾かさないと。そうですね、まあ後ろとサイドは完璧に乾かしてもらっていいんですけど、まあちょっと最後にやっぱり前髪のベースとなるところは作りたいので。なるほど。完全に乾かしきっちゃうと後で修正ができなくなっちゃうので、後で前髪の方は残させていただきます。前髪が結構女子受けの、じゃあもう見せ場みたいな。いやー、もう見せ場ですね。そこがもうなってなかったらちょっと違うなっていう。ちょっと違う。女子受けって何なのってね、もうほんまに僕も高校生からずっと考えてましたもん。やっぱね、モテたいっていうのはね、男たるもの、そこはの願望としてはもう一生消えませんからね。確かに、やっぱりなんちゃいになっても男はモテたい。なんちゃいになっても男はモテたいのだ。で、まあ大体ちょっと乾ききてきたんで、はい、もうちょっとそろそろ前髪の方に移っていくんですけど、前髪は特に前髪というかサイドら辺もなんですけど、こうね、ドライヤーを当てながらちょっと引っ張りながら後ろに流すと、結構毛流れが後ろに流れてくれるんで、やっぱり前から見た時のシルエットも大事なんですけど、やっぱり横からの毛流れっていうのをセンターパートでは重視してほしいんで、ちょっと引っ張りながら後ろにこう乾かすと、めちゃくちゃいい流れができてくれて、どこから見た時もかっこよく決まってくれるので、その流しもしっかりと意識しながらしてもらってっていうのを最初に両方やっていきます。今は本当にマッシュもできるしセンターパートもできるみたいなのが結構流行ってるっちゃ流行ってるんで、まあ、2ウェイスタイルも人気ですし、セラさんみたいなもう長めのセンターパートの方がザ・センターパート感が出ますし、私はザ・センターパートが大好きなんで、ザ・センターパート派ですか。はい、ザ・センターパート派ですね。長い人の方がやっぱり髪の毛はね、髪の毛はアレンジしやすいんで、なんかよくわかんなかったですけど、髪の毛はね終わったんで、はい、前髪のこの土台となるお山の部分ですね、作っていくんですけど。お山ね。はい、お山の部分は、ええ、こうちょっと手をこうソフトタッチに当ててあげます。当ててあげると、当ててあげた後にちょっとクイッと上に持ち上げて熱で乾かすと、ここの部分だけに空気が入って、空気っていうか熱が入ってくれるんで、こういうちょっと狭めの立ち上がるってことですか。はい、センターパートのまんまで立ち上がってくれるので、ちょっとこれを簡単にしてあげるだけでセンターパートの効率より上がるんで、もうなんかこれだけでも分かると思うんですけど、確かに立ち上がり、やっぱこれ立ち上がらない人結構多いと思うんで、
さとこの立ち上がりの差が決めてかなっていうのはあるんで、クイッて持ってきて立ち上げて、ちょっと軽く毛先の方を持って、またこれも内側に軽く持ってくる。そう、ちょっと軽くここに内が入ってくれて、こういう毛流れがつくようになりますので。こういうことね。あ、そうです、はい。それがあるとやっぱセンターパートってかっこいいよねっていう感じになりますので、ちょっとそこの毛を当ててクイッと毛先を持って熱を当てて流すっていうのをポイントで掴んでもらえたらもういいです。軽くちょっと根元のところをふんわりさせたかったら、また手を押さえてもらって、また上にちょっと持ち上げてもらえると、そこが、このね、ところ、お山が、お山が、はい、またふっくらしてくれるので、そこもやっぱちょっとやるだけでもやっぱね、ふんわり感大事なんで、ひし形ですからね。そうなんですよ、まあ、ちょっと起こしてあげるだけでも嬉しいかなと思います。はい、次に使っていくのがバームです。小川のメローバームです。こちらですね、おなじみの、はい、私も結構髪の毛巻く時とか、ね、はい、バームって結構万能じゃない？いや、マジで万能です。スタイリング今日どうしようってなったら、はい、ずっとバーム選ぶの。そうなんですよ、癖とか結構ブワー広がる人とかめっちゃまとまるし、めちゃめちゃつけるだけでおしゃれになる。これが結構もうバームのこう大事な、はい、つけるだけでおしゃれになる。まあ、量はそこまでバームなんですけど、ワックスよりもいらないです。本当に爪ぐらいで大丈夫です。これを手のひらに伸ばすのってこっちの方がむしろ簡単です。もうつけ方としてはちょっと中膨らみやすいんで、最初ちょっと中つけて、最後ちょっとあの毛先と表面にちょっと流すような感じ、後ろに流すような感じでちょっとつけてもらえると、だいぶ毛先のまとまりと表面にもまたちょっとツヤが出てくれて、なるほど、まあ、ちょっと傷んでるところだったりとか、まとまりがちょっと悪いところでもツヤ感とちょっと柔らかさが出るんで、よりセンターパートがかっこよくなるかなと思うんで、ツヤ感がねやっぱりこう大事ですよね。ツヤがなくなるとやっぱり傷んで見えますからね。そうなんですよ。もうね、ナチュラルが一番いいんですよ。作り込まない。ナチュラルが一番やっぱ女子受けいいっていうね感じでございます。はいはい、お疲れ様でした。本日はまあちょっとパーマも当たってるんですけども、バームで仕上げることでナチュラル目に、まあね、仕上げることができたので、本当にバームなんでそんなにタワカンとか動きよりかはナチュラルにまとめてくれる一番使いやすいものになってるんで、うん、まあ、実際にセットが苦手って方でも簡単につけれますし、めちゃめちゃいい、最高にできたらなって思うのでぜひやってみてください。はい。感じで今回ちょっと女子受けの簡単にできるナチュラルセンターパートのセットをさせていただきましたので、この動画が良かったなと思う方はグッドボタンと高評価よろしくお願いいたします。それではバイヤー、バイヤー。